はい。どうも、亀です。今回なんですけどもね、ちょっとね、すげえ、建築のとこにいるんですが、まぁ、ちょっとね、それは置いといて、まぁ、ちょっと自分の、八一の人でね、ちょっと建築なんですけど、もうすごいと思って、ちょっとね、これね、ちょっとここでね、これからね、ちょっと動画撮影するとき喋らせてもらおうかなと、思います。それではですね、今回ね、豆知識について、またね、説明したいと思います。もう3個目か、豆知識の動画。でもね、結構その、評価が良くて、豆知識動画。なんでね、今回ね、もう絞った。僕の頭を、もう絞りに絞って、にじみ出た、もう豆知識を、今回皆さんにね、教えていきたいと思います。まあね、結構役に立つ。結構役に立って、知らない人とか結構いるんでね、ちょっと、行きましょうか。それではね、まあ、結構上級者編かな。上級者編の、豆知識となるんですが、今回は、紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。はい。で、まあ、サントパーニーに来たんですが、まあね、超綺麗な、もうライフアクターで一番ね、ステージ、綺麗なね、ステージなんですが、ここにちょっと豆知識が、あってですね、ちょっと行きましょうか。で、まあ、海の中なんですけども、その海の中にね、魚とかっているじゃないですか。魚ちょっと探しましょうか。あ、いたね。ほら、もうす結構あのちょっと探しただけいるんですけど、ちょこれね、取れるんですよ。これちょっと捕まえる。ほら、石ビラメとか、この油ね、なんですけど、これね、金塊化石に最適で、これマジで。ちょっと待ってよ。このお魚さんたちを、その、結構ね、これね、めっちゃ取れるでしょ。この、一群れで、ずっと取れますよ、これ。そう。これね、今取ったアイテム何かっていうと、これですね、これ、油。なんですけど、商人に売却すれば、新貨幣をもらえます。これ多分ね、日本語おかしいな。新貨幣がもらえますよと思うんですけど。でね、これね、この魚の群れを取ったら、二つ手に入るじゃないですか。魚と、この魚の油、手に入るんですけど、これ二つとも売れるんですよ。実は。もうね、二つとも売れて、しかもね、ちょっと移動しますか。はい。でね、先ほど取ってきた、アイテムですね。この油を、売れるんですよ。売れる。で、これね、1個ね、120で売れるんですよ。ちょっとやばないですか？あれね、今さっきちょっと撮ってた、その、映像ね、見てもらったらわかるんですけど、これね、結構大量に取れるんですよ。そう。一瞬で手に入ってて、で、その釣りとかって、まあ、結構時間かかるじゃないですか。結構一回一回時間かかったり、まあ、基本ね、自動でやるんで、失敗したりするじゃないですか。でも、この、油ね、これね、そう。だって、もうすぐ取れるんですよ。潜水するやつだったらすぐ取れるし、まあ、ちょっとね、これね、結構だいぶいいです。超いいです、これ。この集め方めっちゃ良くて、ね、これね、もうぜひともやってほしい。サントパーに行ける人は、マジで。あんまり知らない人おるけど、そう、ぜひともやってほしいです。で、ちょっともう一つね、ちょびっと豆知識やって、この下のね、自動売却っていうところあるんですけど、これをしてもらうと、そう、これね、ここのリュックに入ってる、その、持ち物、売れるものをね、自動的に、ここにね、売りに出してくれるんで、これつけといた方がいいです。これつけといた方がいいです。なんで、つけといておきましょう。これが一つ目の、豆知識、裏技ですね。それでは次行きましょうか。で、二つ目なんですけど、このね、八重地の広場にいるマリオっていう人、マリアね、マリア。ちょっとね、はい。間違いやすいんですけど、マリアね、これ、何ができるかっていうと、その、食事貢献ができるんですけども、その食事貢献をすると、このね、八重地グルメっていうのが、ちょっとね、これレベルアップしていくんですけども、まずね、そう、こういう風にレベルアップしていくんですよ。これが一番上のやつね。で、この一番上のやつの、その、効果がやばいんですよ。見てほしいんが。6時間以内、最終効率アップで、建築に与えるダメージが上昇っていうことなんですけど、
これね、なかなかすごいですよね。最終効率が上がるってことは、最終熟練度ですかね。それが上がるっていうことなんで、これね、絶対食っておいた方がいいです。絶対食っておいた方がいいです。で、その食事光景の、時間とかがあるんで、これぜひとも見ておいてください。これマジでやっといた方がいいです。これね、八重地の人、市長とかね、ちょっとね、見てる人いたら、これね、結構ね、マリア重要になってくるんで、そう、八重地のメンバーを、まあその、障害レベルとか上げさせたいときは、しっかりこれをね、やっておいた方がいいです。まあそうですね。そう。で、まあ貢献できる時間はちょっと決まっているんですが、うん、まあちょっとね、そうそうそう。まあちょっとゆるーくやってる八重地はあれなんですけど、まあ結構ちょっと上を目指していきたいっていう八重地はね、これぜひやっていってほしいです。それでは、二つ目か。これが二つ目か。次三つ目、行きましょう。ちょっと今日、ガバガバなんですけど、はい。はい、次です。次なんですけども、これね、省エネレベル11。省エネレベル11にするときに、必要になってくるのがね、この縫い糸と、工事用プラスチックなんですけど、結構ね、その、まあ、なんていうのその、工事用プラスチックは結構出回ってるんで、まあ、手に入れやすい。と思うんですよ。でもね、ちょっとお値段が高い。お値段が高いよ。その縫い糸も高いお値段。なんで、そこでちょっとおすすめ したいのは、同居です。同居。同居って、その、八重地のね、あ、違うわ。そのメンバーと同居してる相手と物資を交換できるんですよ。なんで、まあ、ちょっとプラスチックに余裕があるよっていう人と同居すると、これね、手に入れます。で、同居の仕方っていうのは、この資料ですね。でね、ここのルームメイトとかと、同居できるようにできるんでね。そう。なんでね、これしっかりね、これね、ちょっと本当に、金塊がやばい。金塊が足りない。っていう人は、これやりましょう。僕ね、ちょっと武器職人なんで、ちょっと工場プラスチックはちょっとどうにかなるんですけど、ちょっと縫い糸がきついんでね、まあ、ちょっとそう、工場プラスチックとか売って、まあ、金塊稼いで、で、縫い糸をゲットするっていうことができるんですけど、ちょっとね、これどちらでもない人。どちらでもない人っていうのは、ちょっとやっぱりきついんですよ。ライフル兵か。ライフル兵とかはやっぱりこのね、やつきつくなってくるんで、しっかり、同居して、同居しちゃう方がやっぱりね、これいいよ。絶対。絶対。なんで、これしっかりね、やっていって、省エネレベル11に上げていきましょう。それでは次行きましょうか。はい。次なんですけども、馬についてですね。で、これね、まあ、僕も、結構やってるんですが、もう行っちゃいます。行っちゃいますと、これね、僕結構その午前とかに終わらしてるんですよ。なるべく。なるべく、その午前とかに終わらして、白木の高地の馬ってあるじゃないですか。で、ここのマップに、その、高分子コーティングが入っている宝箱あるじゃないですか。で、その、白木の高地のその馬が始まったら、みんなね、その、そこに行くじゃないですか。ボスのところに。ボスのところに行くんですけど、僕は違くて、で、高分子コーティングが入っている宝箱に向かいます。するとですね、なんと不思議なことに開いてるんですよ。そう。もう取りまくり、みんな行ってるから。なんで、僕はね、その間、もうね、もうすかした顔で、高分子コーティングの相手を宝箱に一直線ですよ。すると、もうね、それ売るんですよ、それを。じゃあもう、5000金塊、得したってことになるんですよね。もう今ね、高分子コーティングマジでやばいっす。もう稼ぎどころっす。なんで、ちょっとね、言わん方が良かったな。言わん方が良かったな。これね、ちょっと上手いって言うとしね、ちょっとこれからね、レア物資の宝箱行く人増えるかもしれないんですけど、ちょっとね、やりましょう。これ動画見てる人やりましょう。もう、ここだけの話、やりましょう、これ。もう砂漠もいいっすよ、これ。4つ、高分子コーティングの宝箱を固めてるとこ、いいんで、行きましょう。それではね、次ですか。行きましょうか。はい。最後の豆知識なんですが、ここのね、ちょっとわかりにくいんですが、左上ですね、ここになんか家のマークあるじゃないですか、サザエさんのね、最後のエンディングのあのマークがあるじゃないですか。で、ここを押してもらうと、まあね、結構気づかない人いると思う。そう、結構気づかない人いると思うんですが、これね、僕も最初思ったんですよ。まさかとは思うんですけど、
実はスライドできるんですよ、これ。わかるかいなっつって、普通これでちょっとね、そう、ちょっとあれじゃないですか。だからここでさらにスライドできるっていう、ちょっとまたいろいろあるんですよね、これね。で、これですね、これ、矢印で、またね、あるんですが、これ。で、僕も最初全然気づきませんでした。で、これね、その報酬がやばいんですよ。報酬見てくださいよ。もう、聖王書のあの、ガチャチケットのね、もう数がすでにやばいんですけど、これね、まあまあちょっとね、まあ簡単に言うとミッションですね。ミッションとかあって、ペットに一回餌をあげるとか、まあいろいろちょっとあるんですよね、こういう風に感じで。まあちょっとね、僕結構、ほらこれ、ね、有効とか、フレンド値とか、そう言ったらいいんかな。まあルームメイトまでは行ったんですけど、そう、いい香りとかなんかいろいろあるんですけど、ここは行ってないですよね。そう。なんで、まあ、こういう風にね、そう、ミッションとかあるんで、これをクリアしていくと、そう、まあ、これゲットできる報酬が。これね、知らないでしょ。知らなかったし、まあ、ちょっと受け取っておきましょう、これ、すぐに。そう。で、これ、報酬あって、で、まあ、1000まであるかな。僕、ちょっと、600まで行ったんですけど、まあ、ちょっと報酬がね、だいぶ美味しいと。なかなか美味しいんで、もうこれ、ぜひとも受け取っておきましょう。知らなかったでしょうね、はい。で、まあこれぐらいかな。これぐらいかな。ちょっと次の豆知識動画どうなるかな。結構長引くと思います、多分。うん、出るまで次の豆知識動画。と思うんでね。今回は、ここまでにしておきたいと思います。それではね、ちょっと申し訳ないんですが、2日間動画がちょっと空いてしまってね。僕ちょっと、リアルで結構忙しいね。うん。リアルで結構忙しくて、動画撮ってる時とか、もうずっと寝てない、もう寝ずにね、ちょっと、もう撮る時とかあるんで、ちょっと動画編集してる時も、もうちょっともうボケーっと しながらやってるんでね、はい。ちょっと、すいません。そういう動画すいません。というわけでね、今回これで終わりだと思います。それではご視聴、ありがとうございました。おー、馬が超来てるこれ。沼と白木が同時に来るっていうね。